スラエル時間で2024年10月1日の夜間、日本時間で2日未明、イスラエル軍がイランから180発以上の弾道ミサイル攻撃を受けたことを発表したよ。日本の国民にとって、戦争を身近に感じないかもしれないが、こういう出来事が世界のどこかで起きているってことはしっかり覚えておくべきだよな。そうだね。今回はそんなイランがイスラエルに対して180丁の弾道ミサイルを発射した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イスラエル軍によると、1日の19時半頃からイランが発射した弾道ミサイルがエルサレムやテルアビブなど、イスラエル国内に各地に飛来したとして、多数の弾道ミサイルのものと思われる飛行炎と迎撃のために、防空システムによって発射された対空ミサイル光が交錯している様子が SNS などで公開されているよ。イスラエル軍はこのミサイル攻撃からイスラエル国民を守るために、全国民に向けてシェルターなどの安全な場所に避難するように指示したとしているんだ。それらの弾道ミサイルは、イスラエル軍の強力な防空システムとアメリカ海軍のイージス駆逐艦の艦対空ミサイルによって、弾道ミサイルの大半は撃墜されたとしているけど、一部がイスラエル中部や南部に着弾したとされ、着弾して爆発する様子が撮影された動画も SNS で公開されたね。アメリカのホワイトハウスにおいて安全保障政策担当のサリバン大統領補佐官は1日に記者会見を開催し、イランがイスラエルに200発近い弾道ミサイルを発射し、イスラエルの近海に展開していた。アメリカ海軍のイージス駆逐艦がイスラエル軍と協力して迎撃に当たったことを明らかにしたみたい。イスラエル国内の被害についてイスラエル救急当局は、最大の傷病としてルアビブでミサイルの破片に当たって、二人が怪我をしたと発表したのみで、その他の詳しい被害状況はなかなか明らかにされてはいなかったが、イスラエル軍はテルアビブから南に30キロほどにある学校が、イランの攻撃によって被害を受けたとする映像を公開したな。その映像では、地面に大きな穴が開いているほか、学校の建物の外壁が剥がれて屋内に瓦礫が散乱しているのが確認できるが、地元メディアからはこの学校への攻撃によって死者や怪我人はいないと報じているぜ。この弾道ミサイル攻撃についてイラン側では、イラン革命防衛隊が声明を出しており、イスラエルの中心部の重要な軍事治安施設を攻撃したと発表し、この攻撃が今年の7月にイスラム組織ハマスのハニーや最高幹部がイランの首都テヘランを訪問していた際に、イスラエルによって殺害されたことと、同じく今年の9月27日にレバノンに滞在していたイスラム教シーア派組織、ヒズボラの最高指導者ナスララ氏などがイスラエル空軍による空爆で殺害されたことなどへの報復措置だとしているらしい。そして、今回のミサイル攻撃についてア音速の弾道ミサイルの他に、初めて極超音速ミサイルが発射され、イスラエルの防空システムをかいくぐって攻撃に成功したとも主張したよ。しかしイスラエルのネタニヤフ首相はイランによるミサイル攻撃は失敗に終わったとした上で、イランは大きな過ちを犯したが、いずれその報いを受けることになると述べて、イスラエル軍が近日中に対抗措置として報復攻撃を行う可能性があることを示唆したね。アメリカのニュースサイトアクシオスではイスラエル当局者の話として、イスラエルが数日以内に、重大な報復を行う可能性が高いとして、その際にはイラン国内の石油生産施設などが標的となる可能性があると伝えているみたい。また、イスラエルの一部メディアもイスラエル政府の方針はイランに重い代償を払わせるとのことで固まっており、おそらく石油施設などの重要拠点に損害を与えることになるだろうと報じており、報復攻撃の応酬によって中東情勢が大きく悪化することへの懸念が広がっているな。イランのアラグチ外相は2日、国営テレビに対し今回のミサイル攻撃について、攻撃前に周辺国とのメッセージのやり取りはなかったと述べて、今年の4月にイスラエルを攻撃した時に実施した、周辺国への通達を行っていなかったことを明らかにしたよ。その上でアメリカ政府に対しては、首都テヘランにあるスイス大使館を通して、この報復はイランの自衛権に基づいた行動であり、イスラエル側が対抗措置報復措置を取らなければこれ以上続ける意思はなく、
今回限りで終わりとすると伝えたと述べ、アメリカが両国間の問題に介入しないようにも警告したとして、中立国スイスを通して、報復攻撃実施後にアメリカと間接的に連絡を取ったことも明らかにしたんだ。イラン国内にイスラエルへのミサイル攻撃が報じられると伝えられると、1日の夜から2日にかけて、多くの人々がイラン各地の街中にある広場や通りに出てイランの国旗をフリーイスラエルにしようなどと叫びながら、攻撃を祝う様子が見られると伝えられている一方で、首都テヘランでは、イスラエルが対抗措置を講じることを明らかにしたために、報復攻撃があった場合にイラン国内の物流が滞ることなどを懸念した市民が、ガソリンスタンドに殺到するなどして給油を待つ車が長い列を作る様子が撮影された映像が見受けられたな。また、この攻撃によって中東各地にある空港にも影響が生じ、一時民間航空機が離着陸を見合わせ、現地時間の2日午前10時、日本時間の2日午後3時半までに国内を発着するすべての便が欠航になったことなどが、イスラエル軍によるラジオ放送で伝えられ、それによるとイスラエルのテルアビブ近郊にあるベングリオン空港などで一時、離着陸を見合わせたほか、イスラエルに近いレバノンにおいてもミサイルの発射後、およそ2時間にわたって国内の空域が閉鎖されたらしい。このイランによるイスラエルへのミサイル攻撃の報を受けて、ニューヨーク原油市場ではこの先中東情勢が、一段と緊迫化する事態に陥ることを警戒して国際的な原油先物価格が値上がりしていて、一時は前日までは1バレルが67ドル前後であった価格が、1週間ぶりに71ドル台後半をつけるなど高騰したぜ。市場関係者からはイランがイスラエルにこのタイミングで攻撃を仕掛ける可能性について、市場は全く想定していなかったため、思わぬ事態発生に原油価格が高騰する懸念が一気に高まったと見ていて、今後のイスラエルの出方次第では事態がさらにエスカレートする可能性があり、その対応に注目が集まっていると述べていることが伝えられているね。アメリカのバイデン大統領はミサイル攻撃に対する見解としてホワイトハウスの会見で、私の指示により、アメリカ軍はイスラエルの防衛を積極的に支援したとして、現時点で分かっていることは、イランによる攻撃は阻止されて効果を上げられなかったということだと述べて、アメリカ軍とイスラエル軍の連携によって被害を防げたという認識を示したよ。そして、バイデン大統領はさらにはっきりと言うが、アメリカはイスラエルを全面的に支持しているとして、イスラエルへの支持を強調し、さらにイスラエル側と今後の対応について協議が行われていることを明らかにした上で、ネタニヤフ首相との会談を実施したいと考えていることを示したな。このバイデン大統領の発言に対して、民主党の大統領候補でもあるハリス副大統領もまた、イスラエルの自衛権への支持を強調したぜ。一方日本政府の対応は、林官房長官が2日午前の記者会見で、攻撃は中東情勢を一層悪化させるもので、深く懸念し、このようなエスカレーションを強く非難するとした上で、すべての関係者に対し事態の沈静化を強く求めると述べ、在外邦人の保護に万全を期すとともに、事態のさらなる悪化を防ぐべくあらゆる外交努力を行っていくとしたらしい。また、現時点で在留邦人の生命や身体に被害があったという情報はないとも述べ、レバノンに滞在している日本人の退避について各方面の調整が整い次第、航空自衛隊の輸送機をはじめとする自衛隊部隊をヨルダンとギリシャに向け出発させるとして、現時点で邦人は50人程度と見られていて、随時連絡を取りながら政府として適切に対応しており、引き続き万全を期していくとしたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年9月8日に中国軍の軍用航空機の研究者として知られているアンドレアス・ルプレヒト氏が自身の公式 X において、ステルス戦闘機 J20 の改良型試作1号機の最初の鮮明な画像を公開し、改良型 J20 は2機の新型 WS-15 エンジンを搭載しているとのコメントを付け加えたよ。この新型ターボファンエンジン WS-15 は、
第5世代ステルス戦闘機中国国内では第4世代とされているである J20 に搭載するために、中国の新洋発動機設計研究所606研究所と西安航空発動機公司が共同で開発を進めているとされ、1990年代初頭に開発が開始されたと言われているな。今回はそんな中国が新型軍用ジェットエンジンを公表した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このターボエンジンだけど、2004年には最初のプロトタイプが完成したと伝えられ、2009年12月あたりからネット上でエンジンコアと見られる画像が散見されるようになり、2012年頃から地上試験の実施が開始されて性能が確認されたと言われていたが、2015年に地上試験において爆発事故も起こしたことが明らかにされていたんだ。その後、2023年3月に中国航空発動機集団 AECC 関係者が、WS-15 の量産が開始されたと語るなどの話が伝わったほか、同年の6月には WS-15 を搭載した J-20 の初飛行が成功したなどとも伝えられ、一部の西側軍事専門メディアなどでも WS-5 の小規模量産が開始されて J-20 戦闘機への搭載と飛行試験が進行中であると見られるとされていたのであるが、公式には量産が開始されたとの情報や、搭載された J-20 の配備が開始されたなどとする具体的な情報はないよ。WS-15 について所言などは不明な点が多く、これまでのところで明らかにされているのはエンジン形式がアフターバーナー付きターボファンであることのほか、エンジン本体は全長 5.05 メートル直径 1.02 メートルの大きさで、低圧3段、高圧6段軸流の圧縮機及びアニュラー型の燃焼機を持ち、タービンは高圧1段、低圧1段であることくらいで、水力についてはアフターバーナー未使用時で100ゴン、アフターバーナー使用時では 180kN 以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から 10.87 との情報もあるみたい。アフターバーナー使用時では 180kN 以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から 10.87 との情報もあるみたい。この伝わっている性能が本当であれば、防衛装備庁航空装備研究所と IHI が航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機に搭載するとして、プロトタイプの開発に成功した新型国産エンジン XF9 の性能に匹敵するとされ、これが搭載された J20 はアフターバーナーなしでも超音速飛行が可能となるスーパークルーズ機能を持つエンジンであるらしい。中国航空工業集団公司が開発を進めている J20 中国名はホロ劇20型またはホロ20は、乗員1名全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル評されていて、ヨーロッパの戦闘機タイフーンやラファールなどに見られる前方のカナード翼と、後方のデルタ翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼と呼ばれるスタイルで、カナード翼は翼面積 7.8 平方メートル、主翼は59平方メートルの面積とデルタ翼に近い形状であり、他の第5世代ステルス戦闘機との比較ではロシアのスホイ57やアメリカの F-22 よりも一回り大きいとされる機体に、双発エンジンが搭載されているな。中国人民解放空軍においては2017年3月から運用が開始されて実戦部隊への配備が始まっているとみられ、2024年4月には300機以上が生産されたとの情報が SNS などに挙げられたぜ。それら初期型の J20 のエンジンについては、試作初号機にロシア製のサプールン 117SAL41FHS ターボファンエンジン2機が搭載されているとの情報が出回り、試作2号機には中国が開発したターボファンエンジン WS-10G が搭載されているとも言われるなど諸説あるね。航空専門家のビル・スイートマン氏などは2機の試作機の排気ノズルの形状が違っていることから、1機は AL31F が、もう1機には中国製の WS-10A が搭載されていたとしているほか、WS-15 が小規模ながら量産体制にあるとする情報からすでに J-20 に搭載されて飛行試験が進行中であるなど、情報が錯綜しているみたい。この2機の試作機については2021年9月に中国広東省樹海で開催された、
第13回中国国際航空宇宙博覧会の開幕初日に低空飛行で2機が並列してデモンストレーションを実施していて、その際に中国メディアによって J20 が搭載していたエンジンが WS10 の改良型が搭載されていると報道されており、ワタム時報などの中国メディアはこぞって中国におけるジェット戦闘機開発の進化を称えた上で、J20 が最新鋭ステルス戦闘機として成熟の域に近づいていると伝えていたよ。ただ、J20 は中国初のステルス戦闘機とされているが、そのステルス性能について低い評価をする西側諸国の軍事専門家が多く、2016年当時にアメリカ空軍参謀総長であったゴールドファイン氏によると、J20 のステルス性能はアメリカ空軍が2008年まで運用していた F-117A ナイトホークとほぼ同程度とされていて、J20 のレーダー反射断面積 RCS は F-117 の RCS の数値 0.025 平方メートルとほぼ同程度であろうと推測されているぜ。これは、J20 のステルス技術情報については2011年1月23日に、1999年のコソボ紛争で撃墜された F-117 の残骸からロシアなどがそのステルスの技術情報を収集し、中国にも流されて J20 に使用されたと、紛争当時にクロアチア陸軍参謀総長だったドマゼット・ロソ氏が主張したことを各国メディアが報じたことが情報元とされたことに由来するな。ただしこの西側メディアの報道については中国のワタム時報はこれに反論して否定し、さらに当時のアメリカ国防総省報道官であったジェフ・モレル氏も記者会見において J20 脅威論に懐疑的な見方を示し、F-117 のステルス技術を盗用したとする報道にも否定的な見解を示したらしい。アメリカの第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターと F-35 ライトニング2における RCS 値を見ると、どちらも 0.005 平方メートルと公表されていて F-117 の5分の1と低くあり、J20 が F-117 と同程度の RCS 値であるとするならば、アメリカと中国のステルス戦闘機におけるステルス性能の差は歴然との見方が広がっているね。また、デモンストレーション飛行を行った試作機のエンジン WS10 の性能向上型が搭載されていたと見られているんだけど、この WS10 は中国が1982年にアメリカから入手した CFM56 をベースとして開発されたものとされ、開発当初は空中でのエンジン水力制御装置など多くの問題を抱えており、中国国内の技術では解決が難しかったんだ。そこで中国はロシアのスホイ27フランカーに搭載され、自国で運用していた戦闘機にも搭載されていたサプールンAL-31F の信頼性の高さに着目し、このAL-31F に用いられていたロシアによる機械式制御装置などをコピーして問題解決を図ったと言われているよ。WS-10 の性能についてはまだ謎に包まれた部分が多く、信頼性などにおいて懐疑的な見方が出されているが第13回中国国際航空宇宙博覧会で、中国空軍が J-20 に WS-10 を搭載したとして喧伝していることや、自軍で運用している J-11、J-15、J-16 などの戦闘機のエンジンを WS-10 に換装する作業を進めているとする情報もあることから、WS-10 の性能と信頼性は AL-31F から得た技術によって向上されたものとみられ、今回報じられたように WS-15 が実用化された可能性は十分に考えられるな。かつて中国空軍は今の北朝鮮空軍のように旧ソ連製の旧式戦闘機の運用によって成立していたのであるが、その中でも旧ソ連の航空機関連技術をコピーして習得してきたぜ。その後も毛沢東派による文化大革命などによって技術革新が一時大きく後退したものの、1977年頃に文化大革命が終結すると、解放政策に転換したことで旧ソ連のみならず欧米からも航空機や電子機器などを入手することが可能となって、遅れていた技術を取り戻したよね。その後、1989年6月に発生した天安門事件によって欧米諸国からの武器輸入ができなくなったものの、1991年のソ連崩壊によってそれまでソ連が中国への輸出を避けていたスホイ27を購入できるようになり、
さらにスホイ30やスホイ33などを購入して堂々とコピーすることで自国の航空機開発力を高めていったな。その結果として今や中国の航空機開発技術力はロシアやアメリカにも匹敵するほどになり、そのことは航空機開発技術だけにとどまらず、艦船や自動車などあらゆる分野において中国の技術力は異常なほどの成長を遂げており、西側諸国の軍事専門家の間では警鐘が鳴らされているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国が例によって領海侵犯を繰り返す現在の尖閣諸島については皆も知っているよね。とはいえこの尖閣諸島では具体的に何が起きているのか、気になるところだよな。今回はそんな尖閣諸島について、いつもよりさらに深掘りして解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に3隻の中国海警局の船舶が侵入していて、海上保安庁からは今年に入って通算24度目の領海侵犯と発表されたよ。今回のケースは尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて中国海警備局の船舶3隻が領を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されていて、こうした行いが常態化しているんだ。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのはどんな理由があるのかも気になるところだな。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になるぜ。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海上保安本部だが、同本部では引き続きこうした事態の警戒と監視を続けると表明しているらしい。ここ近年、海上保安庁の活動は日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなっていて、海保が日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いみたい。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみると、創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年昭和23年に遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたよ。現在、海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着しているんだけど、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して英語からとなるね。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードあるいは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものだな。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようで、世界的標準に合わせたとも取れるぜ。さらに2001年には海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後同組織の船舶等にはすべてジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになったね。日本における海上保安庁のあり方は法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されていて、その第一条において活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられているよ。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では海上保安庁の活動範囲は海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみで、日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えるだろうな。
ただし海上保安庁が1948年に設立された際、県の第一条は活動範囲を港湾海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたんだが、以後の情勢変化から現在の表記に改定されたという経緯があったぜ。一例としては、大型巡視船として1992年平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った四季島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図があったんだ。当時、日本は自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていたよ。この状況から見ると日本では原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態で、だからこそプルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたってわけ。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけなんだけど、ということは、核兵器の材料となりうるプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まずイギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させたんだ。続くフランスからのプルトニウムの輸送には日本の晴れ新た丸が従事したが、この艦船には64式小銃を装備した海上保安艦が同乗した上に、さらにフランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたぜ。2011年平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思うけどな。こうした流れから以後は日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになったよ。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もあるんだけど、保安上の理由から無寄港で航行可能な船舶が求められたんだ。そこで目的履行のために建造されたのが大型巡視船の四季島で、総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで就役時には世界最大の巡視船だったぜ。四季島は機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できたらしい。兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載。海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも最も重武装な巡視船であると言えるクラスのものだな。こうして建造された巡視船四季島は就役年の1992年11月、計画通りにフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたため、通常の巡視船として運用されることになったわけだ。この初代巡視船四季島は2024年4月には老朽化のため退役していて、当初は改修工事をして就役年数を伸ばすことも検討されたんだけど、32年に及ぶ就役期間を終えたよ。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だけど、同組織は2018年に組織再編を経て準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍というべき位置づけに変化したんだ。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていたが、今や完全に逆転されてしまったな。2024年時点では海上保安庁保有の船舶総数は約70隻だが、中国海警備局船舶の総数は実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られているぜ。ただし日本にとって幸いなのは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点だろうな。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているから、日本側も海上保安庁の船舶数を増さざるを得ないよね。
人員をはじめ多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方だよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。